うすぐ本番だから。それでちょっとお願いがあるんだけどいいかな？ええ、そうなの。実は作業が予定より遅れてて、少しでも人手が欲しいのよ。うん、ありがとう。あやつじさん、いる？あ、はい。よかった、まだいてくれたのね。どうしたんですか？それが、ちょっと困ったことになってしまったの。困ったことですか？ええ、医院で発注した備品をキャンセルしてほしいのよ。どういうことですか？実は市の方から学校側で用意するクリスマスツリーを中止にしてくれって連絡が来たのよ。どうしてそんな。例年より作業が遅れているのがあちらは気になっているみたいね。ええ、でもそれは間に合うのよね。でも市の方ではそう思ってないみたい。ほどほどの大きさのツリーを何本か頼んだから、あとはこっちで引き継ぐって。そんなの横暴です。気持ちはわかるけど、発注が例年より遅くなっているのはツリーに飾るオーナメントを委員全員でしっかり選んだからです。提出したスケジュールを見てください。決して間に合わないものではありません。でも、もう向こうは動き出してるのよ。先生、すみませんが、市の担当の方と直接お話しさせてもらえませんか？え？人を通して一方的に聞いた内容では、先方の意図を把握できませんから。わかったわ。じゃあ私の方から連絡を入れておくわ。すみません、ありがとうございます。ううん、いいのよ。それじゃあね。はい。不幸ね。ううん、なんでもない。それより、寮はもう帰りましょう。こうなったら作業をしても仕方ないもの。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。
かしたの？雑談ね。別にいいわよ。ちょうど退屈してたし。そんなことないわよ。ただ同年代の子たちと比べるとそうでもないってだけ。でもいいわよ別に。これからは誰かが連れてってくれるもの。そうなのです。全く。自分の人生に一段落ついた時にでもゆっくり考えてみるわ。学費で十分運営できてるから、自販機のプラスは生徒に還元してるとか。他と同じ値段にすると外に買いに行く生徒が出てくるからじゃないの？本を読む人？一応おすすめの小説があるんだけど。子供でも読めるものだから。そうかも。くらいなら最初からしない。あ、そろそろ授業の時間ね。うん、私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。そういうこと。ええ、またね。
中止？誰がそんなこと言ったの？そんなことありえないわ。それは誤解よ。違うわ。確かにツリーのことが問題になっているけど、中止なんて話は出てないもの。学校側がやるか市がやるか、それだけの違いよ。それにね、委員は委員でちゃんとツリーの準備を進めてるのよ。人は手伝ってくれてたのよ。もう許さない。黙っていてくれる？これは私の問題。まず最初に言っておくわ。人づての情報に踊らされてるのがわからないなんて、あなたたち本当に不憫ね。まあいっか。そんなに知りたければ教えてあげるわ。まずはこれ、クリスマスパーティーに関する全ての情報が書いてあるわ。委員の選んだツリーの備品の搬入予定から飾り付け日程までの全てだね。その他にも市の方が準備しているツリーの資料も挟まってるわ。中止になんてなってないって最初から私が言ってるでしょ。今は学校側でやれるかどうかの瀬戸際ってところなのよ。要するにこのバカ騒ぎは無意味なの。どう？そろそろ分かってくれた？だったらそれをもって校長のところに確認しに行けばいいじゃない。校長自らが押したハンコの書類だっていくつも入ってるんだから。私は完全に把握してあるから、あげたって別に構わないわよ。さあどうぞお好きなように。ああそうだ、ツリーの件のついでにあなたたちの欠点も教えてあげる。次からは気をつけた方がいいわよ。足元すくわれちゃうから。まず山崎さんは自分の都合を主観に置いて物事を判断しすぎ。田口さん、あなたは文句を言う前に頭を使うことを覚えてね。そろそろ周りに愛想をつかされるわよ。それと人に頼りすぎの磯前さんは自分で動くこと、無能にも許容範囲ってあるから。
心当たりない？簡単なことよ。自分じゃなくて相手に対してそう思ったことがあるかを考えてみればいいわ。あらあら、その顔あるみたいね。もしかして友情にひびが入ったりした？そうだったらごめんなさいね。大丈夫？机とじゃれたりしたら危ないわよ。残念。私運動神経にも自信があるの。なんなら3人一緒にどうぞ。はい、タイムリミット。お疲れ様。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。